045マックです。ズミちゃん、ダンボール好きだね。ねね、はい、おたけ。このダンボールを使ってね、今回ある実験を、まあ、検証ですねしていきたいと思います。野生で生きてる猫科の方たちはものすごい運動神経があるわけですよ。飼い猫もそうだと思うんですけど、たまにめちゃくちゃジャンプするじゃないですか。でね、この2匹たちももう成長するごとにね、どんどん高いところ登れるようになってね、すごい大変な思いをこちらもしてるんですけど、じゃあ果たしてどの高さまでジャンプできるのか、これねすごい気になるところだと思うんですよ。で今回はダンボールをどんどんこう積み重ねていきます。ジャンプできたら成功ということで、もう一段積み重ねてっていうのを繰り返して、何メートルの高さまで飛べられるのか、それちょっと2匹にやってもらいたいと思いますので、早速検証していきたいと思います。じゃあまず1つ目のダンボールを止めていきたいと思います。はい、まずじゃあこの2段の高さで挑戦していきたいと思います。高さは61センチ。まあ猫ちゃんの身長を考えると、もうこれを飛ぶこと自体まずすごいことなんですよね、人間からしてね。じゃあ早速やっていきたいと思います。じゃあつめれちゃんから挑戦していきたいと思います。はい、頑張って頑張って頑張って、あー痛い痛い痛い。つみちゃん、ダメですね。つみちゃん、じゃあもうボーナスですね。この高さやってもらいましょう。はい、はい、頑張って、よし。記録30センチ。ちょっとおデブちゃんがね災いして、あとねエキゾチックショートヘアってね、運動タイプじゃないんですよ。まったりタイプの子なんでね、あ、仕方ないですかね。仕方ない、しょうがないね。ジャンプしよう、よーし。じゃあ次、わたげくんに61センチ挑戦してもらいたいと思います。わたげは余裕だよな、多分な。頑張って、さあ行くか、登って登っておいで、チュールだ、そうだ。じゃあ行きます、はい、ここで登ろう。おーい、成功ですね。すごい、綿毛ちゃん、さすがロシアのハンターサイベリアン、これは期待できますね、記録。はい、続いてダンボール1個増やしました。果たして何センチなのか測っていきたいと思います。96センチです。ほぼ1メートルですね、ジャンプすることができるのか。はい、じゃあ行きます。綿毛ちゃん、ここで止まって、助走つけましたね今。すげえわ、かっこいい。はい、オッケー。はい、じゃあダンボールをもう一つ増やしていきたいと思います。はい、ダンボール1個増やしました。測ってみたいと思います。142センチです、まあ、人間でもジャンプできないんじゃない、もうこれ。さあやっていきたいと思います。はい、ほれ、ここだけ。はい、ご褒美、はい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 、頑張った頑張った、はい、美味しいね。まあやっぱ猫ちゃんの種類によってジャンプ力の違いあるんですけども、まあ、この運動できないあんまりね、エキゾチックショートヘアは30センチギリギリ成功ということでね、よかったね。サイベリアンの綿毛くんが96センチということでね、驚異的なジャンプを見せてもらいました。まあもう1メートルは多分飛ぶでしょうね。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。3、2、1、ありがとうございます。